嬉しい時、人は歌を歌って喜びを分かち合います。悲しい時、人は歌を聴いて悲しみを和らげます。歌は世につれ、世は歌につれ、私たちは一人の歌手として、今夜もあなたのために歌を届けます。輝く有吉レコード大賞スタートです。輝く有吉レコード大賞。人工知能が進化し、令和元年の今年、ついに AI 美空ひばりによる新曲が発表されました。昭和の歌姫は永遠になったのでしょうか。それでもひばりにせ有吉弘行は歌い続けます。2019年の年の暮れに響け有吉弘行で川の流れのように。知らず知らず歩いてきた細く長いこの道、振り返れば遥か遠くふるさとが見えるで、こぼこ道や曲がりくねった道、地図さえない、それもまた人生。はあ、ポコの流れのように緩やかにいくつも時代は過ぎて、ああポコの流れのように止めどなく空が黄昏に染まるポコ生きることは旅すること、終わりのないこのポコポコする人そばに連れてポコ探しながら、ポコに振られてぬかるんだポコでも、いつかはポコ晴れる日はポコだから、はあポコの流れのように穏やかにこの身を任せていたい、ああポコの流れのように移りゆく季節ポコ時計を待ちながら。
Voice Only Stress Now a Variety Program。さあこんばんは、オタブルの真珠、広島軍団怪談時軍事の草有吉弘行でございます。12月29日もう年末も差し迫ってまいりました。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送サンデーナイトドリームアシスタントこちらです。はい、デンジャラス安田です。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。ね、ちょっと AI 時代でね、美空ひばりさんも復活なんていう嬉しいニュースもありましたけれども、はい、やっぱり生歌違いますね。違いますね全然違いますね。はい、美空ひばりさんも、うん、こう言ってくれてるんじゃないでしょうか。うん、ありがとう。というわけで、本日毎年恒例年忘れの歌企画でございます。おととしはまあ大晦日ということで有吉歌合戦と銘打ってやりましたけども、今年はですね有吉レコード大賞ということで、はい、去年ぐらいからですかね、そういう風になっておりますか。今年も素晴らしいアーティストの皆さん集まっていただいております。はい、どうぞ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ早速メールの方もいただいております。ラジオネーム高速新海 FM 栃木。みそらさん、今年も響きました。ポコから涙が止まりません。ポコから涙止まらない。ラジオネームバラマンディ FM 群馬。有吉さん、毎年風物詩ですね、ポコの流れのように。いや、思わず男の潮吹きをしてしまいました。今日は何回も潮を吹く準備できてますということで、パンストでね、射精した後にさらにパンストなんかで強くこすると、うん、女性の潮吹きのような状態で男も透明な液体がピュッと出てしまうというのは、これが男の潮吹きでございますけど、よく知ってんなそんなこと。やばれるよ。当たり前みたいに言ってますもん。年忘れてるんですよね。今回ですね、すごいメンバー自己紹介、まあ、当然安田さんから始まりまして、はい、ちょっとじゃあ皆さん、はい、じゃあこちらから自己紹介してもらっていいですか。はい、マシンガンズ西森です。よろしくお願いします。ちょっと意気込みを。はい、去年あのホールテッシモでなかなか高評価だったので、ちょっと短めに、はい、よろしく、あの頑張ります。よろしくお願いします。緊張するわ。自己紹介だ。これはみんな緊張しますからね。はいはい、続いてあの、はい、大柄な方ですね。どうもよろしくお願いします。タイムマシン3号関です。お世話になります。今年も、声を年末に響かせたいと思います。そうですね。お願いします。オペラね、学校行ってらっしゃるんですよね。そうですね。やっぱりどうしてもこんな体型に。はい。まあ、体は楽器ですからね。そうですね。共鳴させていかないとやっぱり。どうぞよろしくお願いします。お願いします。さあ、そして。よろしくお願いします。ロングアイランド、松尾です。このオーディション番組で、なんとかデビューを勝ち取りたいと思います。うん、そうだね。頑張ります。すごい、やっぱ結果出してほしいです。はい。よろしくお願いします。応援してます。ありがとうございます。山本さん。はい。タイムマシン3号山本浩二でございます。一生懸命に頑張らさせていただきたいと思います。一つのところで頑張るという。ティモンディのね。はい。人もですね。もうダメですね。どうですか、ちょっと一節。もうここで？ほらあるじゃない、なんかほら、はい、オープニングアカペラチームみたいなんだったら、ちょっとファファーみたいな、ちょっと軽く実力見せてくれるみたいな、リトルグリーンモンスターみたいな。はい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 、あ、リトルグリーンモンスター、うん、はい、関東ほら、はい、関東挨拶程度で、はいはいはい、ハモる、はいはいはい、気持ちいいやつがハモるやつ、あのコカ・コーラのみたいなやつ、コカ・コーラのやつ、ワン、ツー、スリー、ほら笑ってーオーライ、ほら笑ってーオーライ、ほら飛んでーイエーイ、ほら笑ってーイエーイ、ありがとうございます。いいね、ありがとうございます。いやいやいや、なんかね、キュッと大会が縛る感じがします。申し訳ございません。綺麗にハモるんですね。ありがとうございます。さすがです。すいません。はい、どうも、イノシシ太郎です。あ、イノシシ太郎ちゃん、どうも、はい、よろしくお願いします。あ、お願いします。今日はなんかお忙しかったみたいで、急遽。そうですね、あの神奈月祭りの方から、はい、仕事を終えて、神奈月祭りの方からね、急遽こちらの方にやってきてくださいました、はい、お忙しいところすいません。いえいえいえ、はい、唯一のレギュラーをちょっと終えてね、はい、何やるってやつ、あのジャイアント馬場役を、はい、12年連続で、はい、ジャイアント馬場役の誰かっていうのをちょっとリスナーにもちゃんと、はい、ジャイアント馬場役の誰か名前がわからない人もいますから、ちゃんと、はい、ちゃんと、ル
日もジャイアントババ役のイノシシ太郎です。どうもありがとうございます。何者なんだよ結局。誰なのか分かんない。どうも優しい雨松崎です。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。コミケ今日行かれたんですか？あ、はい、もちろん行かせていただきました。どうでしたかコミケ？いやーなんか例年よりも冬にしては人が多いように感じましたね。はい、でもまあ寒い中、皆さん頑張ってるんで、うん、僕もここで頑張りたいと思います。明日も明後日も行きたいと思います。はい、今一番推してるキャラクターなんですか？今一番推してるキャラクターはそうですね、やっぱり三浦あずさん。まあそれはもちろん、まあ殿堂入りみたいなものなので。アイドルマスターの。はい、アイドルマスターの。はい、もちろんそうです。三浦あずささんにちょっともう年末ですから、最後、はい、今年のお礼言ってください。あずささん、今年も1年、お世話になりました。来年も、再来年も、またその先もずっと、お世話になると思うんですが、1年ずつ、確実に、お世話になって、お世話し合っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。三浦あずささんのポスター持ってるんですか？タペストリーとか。タペストリー、はい、家にあります。タペストリーの口のところは、どうしてます？開けてるやつもあります。切り込み入れて。切り込み入れて、後ろには何か。後ろに、オーナホー。いや。だってね、はい、正常な、はい、正常楽しい使い方。はい、ありがとうございます。全部が全部じゃないですか。ね、何個それ用がある。はい、1個やってれば十分です。1個やってれば。さあ、そして今回ですね、初出場となりますけども、まあ、リーバというやつですね。女性お二人、歌姫お二人が来てくださってます。はい、まずは。はい。ナゴンのニコチンクソダルマこと、鈴木みゆきです。よろしくお願いします。いいね。あー、渋谷は人が多いな。浅いんだよな、いつも。浅いんだよ、よくやるんですけど、あれですか。クソ浅い。原宿に来てる女は、なんかおしゃれしてるな。そうなんだけど、そういうことじゃない。浅いんだよ。紹介だもん、ただの。上京したてじゃないですか、ただの。さあ、そして。はい。これは、ちょっと珍しいね。すごい。本当ですね。ちょっと事前には紹介してたんですけれども。はい。はい、そうですね。元 AKB48 の北原理恵です。よろしくお願いします。出ました。どうぞよろしくお願いいたします。北原さん、この、レコード大賞には、まあ、初参加ですけれども、もともとは当然 AKB でね、ヒット曲も多数抱えてらっしゃいますけども、はいはい、なんとね、このサンドリキャラ祭り2017のチャンピオンでもあるんですね。はい、あ、そうなんですよ。はい、キャラクター祭りのチャンピオンということで、はい、ちょっと素材もありますので一応聞いてみましょう。皆さん、素敵な人大好き。なんて言ってるんですか。素敵な人大好き。いいしか聞こえないですね。いいしか聞こえないですね。皆さん、皆さん、素敵な神社ありがとう。神社って入ってますか。シャス丼とカツ丼かな。カツ丼かな。そうカレー丼と鈴カツ丼と鈴カシ丼とカツ丼と鈴そういうことだね。そんなこんなにいや今めちゃめちゃ無理して直してない。無理してないです。本当？通常なんですけど。あの AKB の時ちょっと挨拶してみてくれる？ちょっと。AKB の時？うん、なんか AKB の。あ、はい。愛知県から来ました北原理恵です。よろしくお願いします。いじった滑舌直したのちょっとやったんじゃないですか。とかやってないです。本当？はい、俺ちゃんとしてる。だって前はどうも聞いて早いやつ全然違う。前悪かったよ。いや悪かったです。直した。今もそんなよいい方ではないですけど。でも今は別に平気ですか？今平気よ。え、
あれ土屋太鳳ちゃんみたいに下切ったんじゃない？いやもうその情報ごめんなさい、太鳳ちゃんがそうかとかちょっとわかんないんですけど。そう。はい、いや。ちゃんとしてるの、なんかイメージと違ったわ。いや、すいません、なんか。ちょっと期待に応えられなくて。今ちょっと怪しかった。油断するとやっぱ減っちゃう。油断するとやっぱ減っちゃう。火が苦手だから。ちょっと、そうか。じゃあまあでもまあ、今日は歌でお越しいただいておりますから。はい、そうです。あの、やっぱ本家のレコード大賞の方もやっぱ何度も出させていただいて。それはそうだよな。はい、いますので。格が違うから、うん。それこそもう、だって、さっきの川の流れのようにも、秋元康さんの曲だからね。ああそうですね。ですか、はい、私はもう参加の人間ですから。そういうことだな、もう教え子です、ね、先生の、はい。今日はちょっと楽しみだね、これは本当に、本物のアーティストの歌が聴けるっていうこと、はい、もうぜひ楽しみにしててください。楽しみにしててください。いや俺なんかちょっとやっぱ嬉しいね、やっぱついにこの、あの大会もここまで来たかっていう感じが、本物来ちゃった、本物がね、本物が集まってきてくれてるなって感じがしてる、うん、本当に楽しみでございます。はい、よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします、はい、さあそしてはい、アルカンドピース坂井健太です、お願いします。ひぃひぃ年末に火ですね。しかし今年も火って感じでしたね、やっぱ2019も。どうなんだよ、20も火ってやっていきたいですよね、やっぱ。結構でもラップの世界はちょっと悲しい事件もありましたね。まあそういうのも含めてヒップホップではあるんですけどね、うん、まあそういうのもね、はい、だけどちょっとまあもうちょっとヒップホップ界も元気出してほしいね、もうちょっともっと。そうですね、そのためにも僕、うん、今日はまたヒップホップ火ですね、火歌わせていただきます。本当にオウムなんだよ、はい、オウム返しなんだよ。オウムじゃないですよね。オウムじゃないです、全然オウムではないです、オウムではないですよね、オウムではないです。そういうことはヒーですもんね、ヒー。それがオウムなんだ。それがそうです、それがそうです。オウムではないです、絶対本人の。そして安田、はい、安田お願いいたします。はい、はい、ということで、ね、有吉レコード大賞というのはですね、2019年の歌い納めということで、とっておきの一曲を皆さん、このすごいベストヒットアーティストの皆さんにですね、披露してもらいまして、そしてその中でも最も印象深かった一曲というのを私が選ぶ、 MVP を目指して頑張っていただくという大会でございます、はい、ちなみに去年のラインナップでございますけれども、はい、アルコ&ピース酒井さんのミスターダイナマイト、そうですね、ジブラさんの、ジブラさんのね、はい、素敵でしたね、これは。おー、かっこよかったね。なんか自分では分かんないですけど、評価は高いみたいですね。本当にこれもうチャンネル視聴率のあの数字が変わんなかったって、もう視聴率もう止まっちゃって、チャンネル、そこまでか、すごかった、ありがたいですね。そしてタイムマシン3号山本さんの冬の稲妻、はい。これちょっと前の酒井さんの敵が良かったのかもしれないですね。僕 B メロの途中で止められましたね。もう感想もできずに、はい、ね、はい、ちょっとね、イントロからも怪しいもあります。そして、ロングアイランド松尾の花水木、はい、これも良かったね。ありがとうございます。まあうまさはあったけど感情が乗ってこなかったっていうのがちょっと残念なところだった ね。緊張もあったね、はい、今年は何とかそうだね、感情乗せてもらえれば、はい、ね、この1年しっかり練習してきたんで、このためにね、はい、任せます、頼むな、はい、よし。そして優しい雨松崎さんのラビアンローズ、ラビアンローズ、はい、桜井桃香ちゃまの、はい、ラビアンローズ。なんだおい、鈴木は松崎嫌なのか、気持ち悪い。さっき全然顔こっち向けてくれないですよね。ちょっとあのなんかポスターに切れ目入れてるあたりからちょっとなんかポスターですか、ポスターに切れ目入れて、口のところに切れ目入れてるあたりが、すごい気持ち悪い、もう嫌いなんですよね、私。そう、なんか似た者同士って感じするけど、ね、やめてください、それと。おそろいですか、バケモンじゃねえかよ。生きてる、生きてる。北原はどう、はい、あの女性のアニメの女性キャラの口のところに切れ目入れて、裏にオナポットを置いてる。いや気持ち悪いなと思って、単純に二人とも腕組むっていうね、二人とも腕組んで、腕組んで、ああメゾングラン東京の木村拓哉、木村拓哉、木村拓哉、木村拓哉意識してるわけじゃない、一回ブレイクする、すいません、一回ブレイクさせてください。Live on air.
ちょっとメールも来てますんで、ラジオネームバラマンディ FM 群馬、有吉さん、今日いるのはスタジオにいるのは本物の北原理恵さんですか、それとも有吉さんがやってる北原理恵さんですか。あんまり区別がつかなくてすいませんっていうか、分かるでしょ。どうもすいません、なんか止まらなきゃいけなくてラジオネーム爆裂ドリルチンコ FM 長野、北原さん、はい、今食べたいもの何ですか。今食べたいものは、はい、カツ丼とうどんです。カツ丼とカツ丼とうどんですね。うどんです。うどんが難しい。難しい。うどんがむずいんですよ。ラジオネームカンパチ太郎 FM 岡山、北原さん、はい、ちょっと何言ってるかわからないんですけど、口の中にネズミ飼ってます。なんてこと。いいですか。ラジオのカンパチ太郎 FM 岡山、菊田健太さん、はい、北原理恵さんラップお願いします。ヒーヒーヒー、北原理恵、北理恵、北理恵、お前なんかマジで左理恵、俺は右へ行くだけ。え、ネズミ飼ってますか。ネズミ飼ってる。前回の紹介もしてないんですでね、あとはほら、あの花いちご関谷のウォンビル、これはひどかったね。ひどかった。あとはアルコ&ピース平子のジャム、あで松尾のファーストラブ、はい、でマシンガーズ西織のフォルティッシュ。お前よく今年のこのこと顔出せた。一番びっくりしたの俺ですよ。で、あと宮下草薙、草薙の I love you、 尾崎の I love you、 これはちょっといい歌だったら響いたね。でデンジャラス安田の新宿、ね、西新宿の、父親の親父の歌ね、で松崎のユニオン、はい、でタイムマシン3号関の田園、で、はい、MVP、 まあ歌唱歌謡大賞は松崎さん、はい、うん、素晴らしい歌声でしたね。いや、ありがとうございます。仕事増えたんじゃないですか。そう、ね、そうですね、結構歌そうですかね。なかなかね、なかなか、でもうまいようにはいかずに、うん、でまあまあ営業増えたりね、まあそうですかね、はい、すごいよく見ましたもんね。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。ということでね、ここから歌を歌ってもらったりとか、まあ皆さんの今年のね、まあ様子だったり来年に向けての抱負なんかも聞いていくというファンの皆さんには嬉しい、企画となっております。ぜひ皆さんお聞きください。皆さんへのメールとかどんどん送ってください。北原さんばっかりね、はい、集中しないで、はい、ね、ちょっとやっぱ北原さんにばっかり集中してます、メールがちょっと。いろんなね、いろんなアーティスト来てらっしゃいますからね。はい、はい、番組も、番組ホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉 J ラジオと検索すれば大体一番上に出てきます。うん、さあ歌の順番は今年も私が決めてまいりたいと思います、はい、次のゾーンから行くということですね。まあちょっと去年はまあ堺トップバッターにして、これは成功だったと思うんですよね。まあ勢いがグッとつきましたけどね、ちょっとやっぱタイムマシン3号山本を信頼しすぎたっていうのがあったね。2番手で、ね、冬の稲妻がちょっと采配がねうまくいかなかったんですよね。今回でもそれをちょっと加味して今回挑戦入ってきました。かなりちょっと前からスタジオ入りして練習なんか重ねてたような振りは見えたんだよな、はいはい、山川さんと綿密な音合わせしてました。山川と綿密な音合わせ。あ、そうですか、はい、まあその辺の期待もありますね。まあ北原さんもねちょっと、はい、まあ、普通だったら鳥ですからね、やっぱり実績から言うと、うん、いやレコード大賞も取ってるでしょ。だって取ってますね。取ってますよね。そんなすごい人ですから普通は鳥でもいいけど、まあね、鳥じゃちょっと、もうそんな器じゃございませんね。坂井さん、すすきなんかは、うん、ちょっとどうですか。あ、曲いきます。あ、曲いく、なんだ、じゃあ行きましょう。曲名です、風鈴でパプリカ。Sunday Night Dreamer。
いやさ、有吉ゆきサンデーナイトドリーマー、もう年末最後、今年最後の放送をお送りしておりますけれども、ちょっと、はい、去年の振り返りしてたらもう全然キリがないんで、やっぱりもう皆さんアーティストでもありますけれども、もうおしゃべりも本当に上手だから、盛り上がっちゃって盛り上がっちゃって、曲いけませんので、ちょっと一回この辺でお話の方は終わっても早速歌の方行きたいと思います。今日は有吉レコード大賞でございます。令和元年歌い納めでございます、うん、さあ参りましょうか。トップバッターなんで緊張した。なんでもっとにこやかにやってくれよ。緊張しますよ、怖いわ。さあそれでは参りましょう。関さん、うわっ、関さん、タイムマシン3号関さんから意外でいいかもしれない。オープニングナンバーは悪くない。私から本大丈夫か、申し訳ございません。下の方行こう。はい、すいません、今ちょっと動揺すぎて。下の方です。私が紹介していいんですか、これは。いいですよね。すさあそれではね、関さんこんなちゃんと歌うところある。今年1年どうでした。はい、今年は大きな怪我もなく、はい、非常に暖かな一年を過ごせました。なるほど。はい。そんな、まあね、はい、奥さんとも仲良さそうで、幸せそうで。そうですね、仲良くやらせてもらっております。ね、はい、素敵な歌が聞きたいです。それでは参りましょう。タイムマシン3号、関さんで、ホーム。そうっすね。これはまずいんだと。やばいだろ。晴れ渡る公園で不意に僕の手を握り返した。その小さな手で僕の身の丈を一瞬で包んでしまう。君がくれた溢れるほどの幸せとまっすぐな愛を与えられてるこの時間の中で、どれだけ返せるだろう。ありがとうございました。いかがでしたか。はあ、すいません、ちょっとトップバッターということで少し声が出来上がってなかったところが、ちょっとやっぱトップバッターでね、バラードというか、それはチョイスビビりましたよ。チョイスですか。なんかいかないもんですサビに向けてちょっと抑え気味にいって、ちょっとサビ力入りすぎましたか。はい、中盤で全部出ちゃいました。出たんだね、最後。心乗ってきてましたけどね。そうですね。あ、いや本当に皆さんのちょっとやっぱり関さんのホームがやっぱり、はい、まだエレベーターがないご自宅ですもんね。そうですね、4階まで階段で上がるタイプですもんね、まあ、だからって帰りたくないわけじゃないんですけどスネイナイトドリーマーライブオンエア。 Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage www.jfn.je/dreamer スネイナイトドリーマー。あの関が歌った後とさ、はいはい、ブレイクして CM のところでさ、みんなうまかった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 って言うの、何それ何よそれ。よかった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 よ
関さん、最高の歌でした。ありがとうございます。今年一時の父親になった男の覚悟が伝わってきました。うわ、うん、よかったです。どう、緊張しましたか？そうですね、トップバッター、いや去年歌ったやっぱり酒井さんがすごいなと。あ、そう、うん、はい、特別なものがありますね。ラジオネーム犬まんじゅう FM 長野。例えばの話ですが、うん、松崎さん、はい、松崎さんは北原さんのアイドル時代のポスターの口のところに切れ目を入れて、はい、オナホールを裏に装着したら抜けますか？それは抜けないですね。目の前にいるんだよ。なんかやだわ。3次元嫌なんだよ。そうそうそう、ね、2次元しかダメなんだよな。そうそうそう、残念そうだな、ね、北原、まあ、そうですね、ちょっと悔しい。どういうこと？どういうこと？さあ行きましょう。続いてじゃんじゃん参ります。いや素晴らしいパフォーマンスがね披露されております、うん、2人目は、うん、早いかな、西森。おーおー、行こう、バンクルワゼ意外な、頼むぞ。どっちで上か。上だね。待ってください。はい、秋はね舞台でずっと活躍されてまして、はい、ありがとうございました。約1ヶ月、はい、今年商業演劇に挑戦してね、はい、大きな名古屋の大劇場みその座で1ヶ月の公演を過ごしてまいりました、はい、皆さんお世話になりました。いい修行になりましたね。そうですね、共演者の方にもすごく恵まれて、うん、はい、声の出方も違ってきましたね。しかし自分じゃあんま意識してないんですけどぐっと抑えてますけど、ぐっと響いてきます。それ結構言われるんですよね。なんか発声が変わったのかもしれません。ドラマの方でもご活躍今回ありました。今年はね、なんかまあちょっと幅が広かった1年かもしれませんね。そうですね、うんうん、お笑いももう相変わらず素晴らしいご活躍で、大車輪の活躍で、 お笑い大車輪ですか？あ、お笑い大車輪と呼ばれております。確かにお笑い大車輪と呼ばれております。はい、さあそれでは歌っていただきましょう、はい、マシンガンズ西堀亮さんで何は武士だよ人生は。めちゃめちゃやばそうじゃん。絶対やばいこれ。言われて素直に飲んだ方の中の出会いがニコに化けて数多いね、乗せばいいのに一目惚れ。何言わずしだよ女の人生人生終わり何やってんだよ。いや声量が魅力だからこの曲。声量はどうした？声量は無理でしょう。どうした今日は？今日はどうした？乗り切れ。いや、あんなもん？むしろ割といけたなと思いましたけど。いや、はぁとかおかずばっかりでさ、あと前奏の時にやばいやばいやばいとか。あれは正直士気下がりますね。やばそうだったな。面白くないぞとかこれは問題ことか去年言われました。それ去年言われました。2番って怪しいんですよ。ちょっと悪意のあるガヤが多かった気がしますけど、2番ってちょっと怪しい、うん、はい、ちょっともうちょっと後半だったらよかった。一応に来年の目標聞かせてください。来年やっぱりゴミ頑張りたいですね。あ、ゴミのね、はい、相方さんの滝沢くんの共に、うん、はい、なんとゴミと芝居で、ゴミに、ゴミ人間としてはね、ゴミ人間ゴミ人間ではないですよ。収集、ゴミの収集のお仕事もちょっとね。渋谷の朝はゴミが多いね。浅いんだよな。なんだよもう。上京したての有吉さんじゃん。ありがとうございました。間違ってない。
さあ順調にいってやります。じゃんじゃん行かないとね、やっぱりあれですから。2曲3曲持ってきてくれてる人もいますからね。すごい楽しみでございます。ちょっとまあ2勝利の後だと行きやすいと思うんだけどね。そういう言い方あります。まあでもちょっとこう出しちゃうか。お去年のチャンピオン、あら、いいよ、行きますか。松崎さん、はい、行きます。いいな、チャンピオン。今年はすごい。やっぱ8時台にやっとかないと、やっぱり待ってるからリスナーが。うん、どれがいい、松崎。右か下か。上の方で。上ね、はい、うん。さあ今年1年いかがでしたか、松崎さん。今年はあのコミケが夏冬4日間ずつになりまして、今まであのみんな経験したことない4日間コミケっていうことで、うん、結構大変だったんですけど、ね、うん、まあなかなかあの全通無事にできて、よかったなとは、怪我もなくね。そうですね、はい、うん、熱中症とかもなく無事に終えることができました。ありがとうございます、うん。アニメ仲間に一言どうぞ。これを聞いてる、俺の、アニメ仲間の皆さん、これを聞いて、年末一緒に過ごしましょう。うん、来年はどうですか。来年は、オリンピックあるね。そうなんですよ。あのなんで夏コミがゴールデンウィークに移動になるので、なんかあまりその冬と夏のあの感覚があまりない状態でコミケを行うので、その短いんで大変だと思いますが、皆さん頑張ってください。うん、はい。年末おすすめのアニメ教えてください。年末おすすめ、僕としてはやっぱりその五等分の花嫁っていうですね、あの5つ子の女の子から主人公の男の子が言われるみたいな、そういうハーレム系のアニメがすごいおすすめなので、ぜひ皆さんぜひご覧ください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあそれでは参りましょう。ま、優しい雨、松崎くんね。はい、うん、優しい雨、はい、松崎くんで、はい、ネイキッドロマンス。気づき、好き、あなたが好きだって運命感じたんだもの。ドキドキドキ胸が鳴るの、この思い絶対伝えたい。チュ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 は恋してる。後ろ姿見つけ、こっち向いてと願う。友達とじゃれ合い、無邪気に笑う。赤い糸結ばれた、この先はきっとあなた。でもまだ気づかないで、私の気持ち抑えきれない、溢れるこの想い、今は大切にして。ワンツー、好き好き好き、あなたが好きだって運命感じたもの。ドキドキドキ胸が鳴るの、こんな声を刻んで。ダメダメダメ、クラクラしちゃった、ってあなたのこと好きなんだもん。いつかその笑顔をそっと私だけに届けてね。チュ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 は恋してる。ありがとうございます。すごい。いやー、ありがとうございました。ありがとうございました。すごいね。あ、本当ですか。本当にアイドル性が高まったね。さあ、そうですね、はい、なかなか結構歌い続けてきたので。いや、リスナーの人はわからないだろうけど、ちゃんと踊りも入れてくれる、振り付けも入れてくれて、はい、そうです、はい、すごい高度な技術もありましたね。なかなかちょっと振り入れるのちょっと大変でしたけども、うん、このために頑張ってました。なんかあなただけのみたいなありましたよね、セリフ。はい、なんかあそこでパッとこう僕の方を指さして目をグッと合わせるっていう。あ、そうですね、だってあなたのこと好きなんだもん。そうですね、そこグッと俺の目見て、なんかもう、あ、もう俺自分のこと言われてるからみたいな。ファンになっちゃいますもんね、一発でね。なるべく皆さんと目線を合わせるようにっていうのを意識してやってるので、さすが。はい、小日向美穂さんのネイキッドロマンスでございました。はい、アイドルマスターシンデレラガールズというね。今年の小日向さん、はい、美穂さんはいかがでした。今年の小日向美穂さんはそうですね、あのいいなかなかそのライブ僕が行くことができなくて、なかなか生で見ることはできなかったんですけど。いいよ、じゃあ、はい、お前の意見いいよ別に。あのゲームではあの割と使わせていただいたんで、本当最高でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
いや素晴らしいですね本当に松崎さんもう本当にみんなもうほら目がハートになってます。いや全然良かったようが出ないですね周りからの。さあこの時間ラストぐらいになりますかねそろそろね参りましょう北原さん。うわあ。やっぱ8時台ね歌っといてほしいです。この後にいやもうアイドルがね続きます。そうですね。アイドル続きます。どれがいい？楽しみ。いやでもやっぱアイドルね方がいいですかね。真ん中行く？じゃあ下がいい？どっちがいい？あでもアイドル下がこっちですよね。あじゃあやっぱその小日向さんの後は下の方にしようかなと思います。なるほど。はい。そうだね。これでいう真ん中だね。よし。じゃあ行きましょう。ついに来てくださいました。楽しみだな。もう、でも、卒業もなさって。結構経ちましたね。もう1年半くらいは経ったので。歌うことも少ない。そうですね。歌って踊ることがもうなくなってしまったので。ねえ。はい。すっかりちょっと仲間由紀恵さんのパチモンみたいな雰囲気。八問はいりませんよ。八問はいりませんね。すごい大人の雰囲気が出てきました。女優として女優だね。素晴らしい頑張っておりますのでお姿でございます。どうですか今年1年はいかがでしたか。そうですね。でも本当にあのいろんなジャンルの仕事に挑戦させていただいてとても楽しくね、はい、過ごせた1年でした。本当にテレビで見ない日もなかったですよ、ね、あんまり見られてなかったと思いますけども、CM がね、はい、結構多かったですね。私の話ですよ。誰と間違えた。さあそれでは行きましょう。トップアイドル中のトップアイドルでございます。元 AKB48 北原有恵さんで、はい、大声ダイヤモンド。おに負けてないよ。走り出す追いかけて僕は君に伝えたかった心のもやもやが消えて大切なものが見えたんだ。こんな簡単な答えが出てる何に食べられて見送ったのだろう。僕であるためにちょうど本当に素直になろう。大好きだ大好きだ ありがとうございました。引っ込め偽物。Slay Night Dreamer Live on air。 さあというわけで有吉ゆきサンディーナイトドリーマー有吉レコードがレコード大賞もう終了1時間終了しようとしております。ちょっとびっくりしましたね北原さん。ビビった。マジでいやマジでリスナーの人見えなくて助かったのじゃない。踊りも完璧に踊りも下手だから。踊りも完璧。ね、有吉さんね、指さしたりとかして指さす余裕なかったじゃない。ドタバタドタバタピコ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 言いながら踊ってたじゃん。なんか面白い。そんな下手だった。でもやっぱ1年半離れてどんどん下手になっていく。そういうもんだね。はい、ますます急にあんな下手になるもん。なんかラジオネーム楽しい鹿、FM 群馬松崎さんからの北原さん最高でした。ありがとうございます。流れるような構成でまるで松崎さんと北原さんがまるでセックスしてるみたいでした。いやいや出てくださいよ。何でお前が先行して言うんだよ。何でお前が先行して言うんだよ。
ひどいね北原は。面白かったね。面白かった。勢いはつきましたね。でもこのレコード大賞自体に勢いはつきましたよ。やっぱり本物だなという。会場は盛り上げてくれましたね。しかしファンが増えたんじゃないですかね。やっぱりね。本当ですか。嬉しい。いつかワンマンとかも。ワンマンね。行きたいですね。ワンマン行きたいですね。ワンマン確かにね。不思議と会場がね、暖かい空気。みんな笑顔。みんな笑顔。嬉しい。ラジオネームロンより証拠の大ライス。北原。はい。ツイキャスじゃねえんだぞ。いや、よかったんじゃないでしょうかね。いや、これもやっぱりレコード大賞候補の一人でしょうね。やっぱりね、さすが素敵なアーティストが揃えました。最高でございます。まだまだ歌ってないメンバーいっぱいいて、はい、酒井さんちょっと舌なめずりしすぎ。もう楽しみでしょうがないです。乾いてます。前半だろうと思ってたんですよね。多分ね。さあ、というわけで一部の地域の方、この時間でお別れ。この後も聞ける方、引き続きお願いします。さあ、2019年12月29日の日曜日、時刻は夜9時を回りました。有吉弘行でございます。今夜のアシスタントはデンジラス安田です。東京半蔵の JFN スタジオから生放送でお届けをしております。本日は有吉レコード大賞をお送りしております。素敵なアーティストの皆さんがいっぱい集まってくださっております。ありがとうございます。皆さん、よろしくお願いします。お願いします。前半も素敵なアーティストの皆さんがね、歌ってくださいました。いやー、卒業以来初めて北原リーさんがね、はい、公の場で歌をいただいた。はい、初めてだったので。名曲ですね、覚えダイヤモンド。やっぱり、はい、そうです ね曲の良さを伝えられてたらいいなという。気持ちに乗ってましたね。伝わりましたね。 ありがとうございます。ちょっと松崎北原と続いたんで、ちょっと圧巻でしたね。良かったね。良かったです。可愛かった。すごい良かったんじゃないでしょうかね。すごいメンバーいますんで、どんどん行かないともう間に合いません。さあ、行きましょう。平成最後の年末歌い納め、令和最高の大会になるんじゃないでしょうか。有吉レコード大賞、参りましょう。タイマシン3号、山さん。はい、よろしくお願いいたします。9時台トップバッター、はいね、かなり練習重ねてらっしゃいましたね、はい、ちょっと皆さんの前で失礼させていただいて、ちょっとサングラスの方をかけさせていただいてもよろしいでしょうか。そうですか。すいません。いや、それは気持ちですからね。気持ちで、はい、この方がやっぱ乗るということで、いい、はい、ちょっとラジオで伝わらないかもしれないですけども、めちゃめちゃ素敵ですね、はい、XJAPAN トシさんがだいぶ髪の毛切られたみたいな。あの時だ。ちょっとトシさん髪切りすぎじゃないですかみたいな。あの、今から違う曲やるんですよ。それやれよかったですね。ええ、大丈夫です。そういうんじゃないですか。あ、よかった。リスナーの皆さんの姿見えませんから。はい。今年1年いかがでしたでしょうか。まあ、お笑いの方はまあ相変わらずそこそこだったんです。すいません、はい、これは歌いきたいですね。いや、大丈夫ですよ。もっとお話していただいても。アイドリングしたいんで、なんか。あ、そうですか。大丈夫ですか。多少アイドリング。ちょっと、サングラスかけるのが早いから。ちょっともう嫌な山本と喋ってるから、今ちょっと。サングラスかけた山本と喋っちゃってるから、腹立っちゃうんだよね。嫌な山本。そうそう、その山本で、はい、はい。どうでしたか。まあ、僕の個人の仕事である、うん、走る方の仕事が、はい、マラソン、うん、めっきりなくなってしまいました。あら、やっぱりそうですか。はい。あの、赤坂5丁目ミニマラソン。ミニマラソンっていうか、まあ、ランニング、ジョギングですけど、ね、マラソン。3キロですからね。ミニマラソンです。マラソンっていうのは 42.195 キロ。はい。はい、ウォーキング大会。ウォーキング大会ですね。ウォーキング大会。オールスター。オールスターではないですね。はい、まあ、前半、あの、前列にいる何人かのドラマの番宣の人だけがスターであって、はい、後ろの方にいるのは、まあ、そこそこのメンツ。何回言うんですか、これ。ずっとこの、かなりやってるじゃないですか。これ言うと続いちゃうから。すいません。そこそこの人数合わせ、人数合わせ190人がクイズ大会を。歌います、歌います、歌います。はいはい、歌わせてください。なくなっちゃう。はい、すいません。さあ、それでは参りましょう。はい、お願いします。タイムマシン3号、山本さんで、さすらい。知らないだろ。
良くないないよね。一つまた一つ港を出て行く船。法律事務所の未来よ。別れの印に俺の影を置いて行く。自分だけを追いかける孤独と引き換えにしてお前の匂いは記憶の彩りだけど生きて何の CM ソングし平松剛法律相談所でございます。ちょっと渋すぎません、はい、あれ皆さんご存知ちょっとご存知ない人も多いんですよ。朝の番組ばっかり見てるメンバーじゃないんで。港で女子高生とハモっているあの寺尾明さんご存知ない、うん、ちょっと朝に多い CM なんで。そうなんですよね。スッキリ近辺で流れてるんですよ、よく。ちょっとちょっと山本さん、これはまずいかもしれません、ね。あれ ?2 年連続ですか。ちょっと曲のチョイスがちょっと、車に構えてましたか、朝木さん。そうですね、本当に逃げのサングラスですね、あれはね。そうですね。泳ぐ目玉を隠すためのサングラス。もし来年やるんだったら曲指定していただけませんもん。ちょっとこれは言いたかったかもしれませんね。こっから挽回するの相当大変だからね。ごめんなさい。ここからいや、せっかくキタリエちゃんいい感じだったのにごめんなさい。あー、どういうつもりですか、これ。つもりって。Stay Night Dreamer Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.さあ、有吉レコード大賞をお送りしております。ラジオネームチェコの大砲 FM 栃木山本だ。何回言われたんだよお前は、はい、前奏長いやつは掃除してダメなんだよ。確かに確かに。あの事前の打ち合わせ山川さんもそれ懸念してたんですよ。そうだ、はい、我慢しきれないんだみんな。申し訳ない。30秒我慢してください。何だお前、山川とお前二人三脚でやってきたけど、お前らこんなことじゃ来年デュエットだぞ。いやごめん山川さん、ちょっと聞きたいやつだからね。いい加減にしないとお前ら本当に。さあ参りましょう。行くか。じゃあ初登場すすき。おお、行きましょうすすき。はい、すすきは子役出身ですから。そうなんですか。そうですけど、子役もやってたから。いや、エキストラぐらいだね。まなちゃん、あ芦田愛菜ちゃんのモノマネやってくれるんか。全然ダメだから。怖い怖い怖いね。さあ、まあすすきは今年1年はね、まあ、仕事がぐっと増えましたから、めちゃくちゃネタ番組とか出させてもらうようになって。そうだな。でも最近ちゃんと正式に赤羽の住人から事務所に苦情のメールが来てる、うん、あら来た。あんなこと言わないでくださいよっていう、はい、赤羽は大きな公衆便所ではございません。そうやってね、ちょっとやっぱりあのこう売れてくるとね、そういうことも増えてきますから、そうするとちょっと丸くなったねなんて言われちゃいますけど、ね、いや負けないように、赤羽の住人には負けないように頑張ります。そうだね、もう言っちゃおうかな。赤羽はあれだな、なんか商店街があるな。あんだよな、ずっと。そうすんだよ。さあ、参りましょう。鈴木みゆきさんでございます。これはね、下行きましょうか。ちょっとこれは、
アイドル対決に一人入ってくるかもしれない。いや、ちょっと、はい、これは。行きましょう、やりましょう。もうね、こうなったら、松崎、北原、すすきと。うわすすきみゆきさんで、タイムマシンなんていらない。知らないうちに眠ってたみたい。カフェのテラスで日差しに包まれて届いように見たい。あんだけ夜は知っているならみんなできるとテーブルの向きを燃えるから。それでこれポーズを吹いてたのめちゃめちゃ見えてない。なんでだよ、震えてるじゃない。運命のままがいいね。正確であった恋だから、そう夢の前のあなたがいい。ちょっと感動した。何でしょう、大賞取ったみたいな。大賞受賞してないから。なんで震えて泣いてんだよお前は。どうした歌いたくなくなった。お前去年の草薙と一緒じゃねえか。お前歌えたの分かってるし。いいね、おいいじゃないかよ。これも可愛かったね。可愛いっす。いや、歌詞カード持ってる手がもうブルブル。よく歌ったよ、よく歌ったよ。よくやったなお前。こんなのお前、歌う馬王とか呼ばれたら大変だな。本当に M1 の順序より全然聞いてない。そうだな、いい経験になりました。でもこれは素晴らしい歌声だったんじゃないでしょうか。思わず感動が。感動しましたね、本当に。来たら気持ちわかるんじゃない。デビュー当時思い出したんじゃない。そうですね、ういういしさが、ね、はい、伝わってきました。素晴らしかったね。緊張した。山川からティッシュの泣かないでと差し入れが入りました、ね、はい、どうもありがとう。お疲れ様でございました。終わったから。あ、今年一番の仕事が終わったな。これ一番これですか。あるだろ。あとはゆっくりするだけ。あとはゆっくりするだけ。本当な、ストロングゼロでも差し入れしてやりたいぐらいだな。キューパーの酒飲ませてください。そうだな、お疲れ様。お疲れ様。いや、さ、まあ良かったんじゃないでしょうかね。こうスタジオが今こうボルテージが上がってまいりましたけど、ちょっと可愛い空気が続きましたんで、ちょっと緊張感取り戻してもらいましょうか。酒井さん、川崎の不良が来たよ。はい、やらせてもらいますよ。ちょっとピリついてきたよ、会長が。一回させてください。はい、川崎最近結構生きのいいラッパーが多いね。生きのいいラッパーいますね。 T パブロさんとかいろんなやついますね。今その辺をちょっとぶちかましたいなと思ってますね。結構こう公の場で歌うの久々じゃないですか。そうですね、あんまラップも今年やってきてなかったんで。やってないんじゃないラッパーがやってないんだよ。今年ちょっとやってなかったんで、はい、年末にちょっとバシッと決めて。あ、そうか、やってるんで。温存してくれてたのね。はい、仕事はどうでした今年1年。まあでもまあぼちぼちぐらいですけどね。まあずっとこんな感じですけど。もう静岡閉めたんじゃないですか。静岡はちょっと牛耳ってます、もう今、ね、正直ラジオやらせてもらってるんですけど。静岡ではもうビッグボスみたいな言われ方してますね。ビッグボス国王と言われて、ね、今ラジオやらせてもらってますけども。もう飛ぶ鳥を落とす、飛ぶ鳥を落とす勢いでやらせてもらってます。めっちゃ上手いじゃないか。覚えたら。いや、今年、まあちょっとラップ、まあ先ほども言いましたけど、ちょっと悲しい事件もありました。そうですね。ね、はい、そういう事件もあったんですけど、やっぱりでも、うん、ヒップホップっていうのはやっぱり、
そういう精神っていうか、うん、ドープな部分っていうのは忘れないでやっぱりやってほしいなって思います。ドープな部分忘れないでください。忘れないでください、絶対に。ずっとそうなんだよ。来年からもね、やっぱりちょっと一発かましてもらって、そうですね、ドープな世界見せてほしいです。2020年もっとドープにやっていきたいなって思ってます。ドープ。ドープ。ドープって何？何だよ。ドープって何だよ。自分の感情まで少し。ドープで火。ドープで火。まずこっちで聞いたんだよ、もう一回。英語レッスンだ。さあ参りましょう。アルコ&ピース酒井さんで平成維新。火火。わわわ火。黒い雲、雨に落雷、風にさすら歩く今の侍、陰の刀掴んだなら危ない、近づくならば注意しな扱い、邪魔くさい下手な悪態つくやつ、何人たりともやむない、捨てなチャックない、そう甘くない、割りが切れ味なら数百倍、気付けごめんリリースくれごめん、じっと見たバニラを見つめる目、もう少し早く気付けボケ、てめえんとこのザコラもしつけとけ、俺ら狼に反旗翻し、絵も愛し持って今日も犬退治、事の隠しズバッと切るライン、女子供は帰れチーム見る前に、Yeah! ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。いや素晴らしいですね。そうっすね、今のあったかいスタジオの空気がもうほんと今もうスラム街の感じ。それを狙ってたんですね。怖いですね。今もう怖いです。ちょっと思わず後ろを振り返ってしまいましたね。誰か切られるんじゃないか。そういうの緊張感を持って令和を望んでいこうという。すごい緊張感、ね。緊張感を絶対大事にして。今そのもうフード被ってる感じがね。もうそうですね。もうダルマですもんね。かっこいいラッパーの。太りになられましたもんね。パーカーのフードがパツパツ。もうちょっと戻ってるやつ。酒井さんも結構手震えてますよ。めちゃめちゃ怖かったさ。動かしてたけど。怒ってるやつほどやっぱ怖いですよ。まだ震えてるじゃん。めちゃめちゃ震えてる。いい加減してほしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。いやー素晴らしいですね、盛り上がってますね。ちょっとこの辺でちょっと箸休め、今いいの続いてますから、ちょっと箸休めいきましょう。ちょっともうあの特別功労賞みたいな感じの、ね、もうほら謎の知らないおじさん出てきて、え特別功労賞なんだのあのおじさんみたいな、あ挟むじゃないですかレコード大賞って1回。はい、行きましょう。安田さんね。すごい早いな、受け入れた理解が。特別功労賞です。これはもうあの賞とは関係ありませんから、はい、特別功労賞の方が、うん、どうも知らないおじさんです。下ですね、じゃあね、セミですね。よろしいですか、準備。あ、もう大丈夫です、もう大丈夫です。今年もこのラジオに大変貢献してくださいました、功労賞の方に一曲歌っていただきましょう、はい、デンジャラス安田さん、セミ。長渕剛の歌詞をギュッと集めた歌になっております。よく歌詞を聴いてください。噛み締めていただきたいと思います。本当にある曲なんですよ。超ヨハナ用で担ぎ上げられ背中に墨を入れようと己の弱さを呪った一人の夜腐って腐り果てラーメン横丁の立て看板コロナ企画チンプラの哀れい気がる悲しさよセミが鳴く師匠とセミが鳴く師匠とな何ですかこれ。
2009年発売のセミでございます。汚い歌でしたね。チンピラとかゴロツキから畜生と泣く。はい、そうですね、はい。あの日本の歌ですかこれ。特に変えた部分もなく。変え歌じゃなく、変え歌じゃないですね、はいはいはい。これ昭和の戦時中の歌ですか。いや違う、2009年発売。2009年にこんな歌。約10年前に。本当ですか。はい、そうそうそう。セミが鳴くなんて鳴きます？チキショウと。Slay Night Dreamer Live on air。 Sunday Night Dreamer。 ちょっとね、キングギドラさん、長渕さんもちょっと強い歌詞が続いちゃって、いい流れにはなってるのか、いい流れになったの、暗黒街みたいになっちゃってる。でもスラムからの流れですから、スラムから、はい、スラムからションベン横丁の流れですね。そうですね、はい、近くにありますからね。ちょっとね、はい、令和の年にあんまりふさわしくない。ラジオネーム S ロー F 長野、鈴木さんの涙と震えにもらい泣きしてしまいました。赤羽の前田敦子、泣くな、胸を張れ、可愛かったぞ。熱烈な声で死者の歌声で泣いてくれたんです。こんなファンも抱えてたもん。いやー、ラジオネーム、どうかな、これもいいか、ぽっちゃりスウェット、おい、ススキー、はい、股間にバイブでも入れてるの。何ちゅうこと言うんだよ。褒めすぎなんだよ。一人は感動して一人はバイブ入れてると思う。ラジオネーム、すぎすぎ、今年も有吉レコード大賞最高です。私は現在8本目のレモンサワーを開けたとき。もう飲めすぎだよ。やってらんねえんだろ。めちゃめちゃハイペース。飲めすぎだよ。口に合って8本ってお前。いや、そういうような感想も続いておりますけれどもね。どうでした、関さん、もう、はい、トップバッターでしたからだいぶ時間が空きましたけども。そうですね、やっと震えが収まったぐらいですね、今ね。やっと、はい、そのぐらいやっぱ緊張感があります、ここのステージは。どうですか、個人的には北原さん、はい、松崎さん、すすきさんとアイドル3人いますけども、いや本当に、うん、まあ、ちょっと北原さんに関しては、うん、思い返すと多分僕令和元年で一番笑ったんじゃないかなって。これはもう本当に比喩ではなく、もう僕の人生がつまらないのか分かんないですけど、本当に面白かったです。感動しました、僕は。ダンスダサかったな。ダサかったです。動画流したぐらいだな。みんなに見てほしかった。本当に幸せな時間でした。そうやな。はい、でも、すすき後輩ですけど、ちょっとなんか、後輩じゃないような目で見てたね。ちょっと待ってください。どういうことですか？いや、その、女性として見てるわけではないですけど、でもやっぱ、男性に訴えかける感じはありました、うん、その、うんうん、震えながら泣きながらなんてもう抱きしめなきゃいけないって男だったら助けてあげたいみたいなね、そんな気持ちになりました。やっぱり松崎君はあの、まあ、去年と変わらないですけど、やっぱり、うん、より一層なんか磨きがかかったというか、うん、かわいい、そうですね、まあ、まあ、見ようによっちゃかわいいの素直ではあるんで、ありがとうございます。はい、山本さんいかがでした。え、山本さん、いや、松崎なんて可愛かったですか？いや、僕今お前言っとくけど、最下位。よし、嘘。あー、よかった。え、ちょこの中に、これさえ取らなきゃ。よかった。暗黒街の2人、暗黒の2人の方がまだマシだったよ。セミ以下です。セミ以下、セミ以下です。ちくしょう、セミ以下。怒られるぞ、中野さんに。北原さんももう終わってちょっと安心してると思いますけど、ね、いかがですか。そうですね、まあ、本当にライブ隊を終えて、今は本当に皆さんの歌を楽しく、本当純粋に楽しませていただいてます。そうだね、はい、まあ、紅白の後のカウントダウンライブぐらいの気持ちかな。そうですね、カウントダウン TV、 ね、そうだね、楽しく年明けてみたいな、メンバーたちとね、はい、そんな気持ちで、ファンもやっぱりそのキャピキャピしてる様子も嬉しいもんです。あ、ありがとうございます。一発のアイドル曲。はい、じゃあ行きましょう。オフィシャルヒゲダンディズムでプリテンダーです。 Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage。
www.jfn.com/dreamer Stay Night Dreamer。さあということで有吉レコード大賞ということで JFN スタジオからお送りをしております、はい、ラジオネームレクサス FM 長野安田。安田さんね、歌う前に口上入れてんじゃねえよ森進一みたいに怒られるぞ余計な説明とか入れちゃダメなんです。いや聞いてほしかったなっていう気持ちが思わず出てしまった川口後半戦さあ参りますか。もうとりあえず歌いますか、はい、松尾いける？はい。うわ、来た。来た。本命ですよ。洋楽いきますか、松尾は。はい、今年は洋楽で。すごい。すげえ。いいわ。いいね。すごい。ちょっとな、でも、まあ、うまいのはうまいんだけど、ちょっと線が細いね、やっぱりな。その、骨太じゃないっていうかね。去年優勝できなかったのが悔しくて、そうだな、はい、今年何かチャレンジしないとと思ってちょっと曲の体感が弱いんだよ。はい、体感すごいな。体感鍛えてきた？鍛えてきました。よし、じゃあ行こう。はい松尾はコンビ名なんだっけ。あ、ロングアイランドです、はい、ロングアイランド松尾でペイフォン。アナルフープフープ trying to call home all over change I spent on you way how the times go memories fall wrong way are the price we may fall to yeah I know we have to remember people we used to be it's even harder to picture but you might be next me sending time to make me but anything let's try another time that you waste the all over bridging but now I'm wasting my night you turn out the lights now I'm paralyzed still so can I tell you when we go to love not even the sunsets in paradise another いや、よかったですね。発音だけをしっかり勉強して、体感相当やってきたね。やってました。体感じゃないですか。相当やってた。いや、このラジオにも合ってる曲だもんね。最初はもうアナルファックっていう、はい、ね、はい、しっかりそこから入ってくれたもんね。嬉しかったな。あれ本当は何て言ってんの？I'm at a payphone です。I'm at a payphone。はい。略して、アナルペイフォン。アナルファクフォン。はい。で、なんて聞こえるんだろう、あれは。アナルファクフォン。そうです。発音が。はい。あ、そうだね。はい。練習した。相当やりましたね。相当聞き込んで、はい。やってきました。いや、素晴らしかったね。ありがとうございます。感動しました。これで MVP を、ぜひ取りたいです。取りたいね。はい。努力が見えましたね。ありがとうございます。嬉しいです。すごいよ。またな、はい、これで仕事つながっていくといいな。はい、来年はデビューできるように。そう、デビューができるように。一人違うんだよな。デビュー目指してた。あとはもう自分の曲作っていくだけだな。歌のアドバイスだ。シンガーとしての。よし、ありがとうございました。ありがとうございました。すごい。素晴らしい。すごい。本部出したな。いや、素晴らしい。いい歌いましたね。うん、すごかったですね。いい歌でしたね。北原さん、同じ歌手としてどうですか。いや、やっぱなんでしょう、やっぱすごい
かっこよく見え見えるね、見えましたね、同じアーティストとして。そうですね、同じアーティストとしてやっぱりなんか尊敬するなっていうふうには、ね、アーティストとして、同じアーティストとして、同じアーティスト、はい、なんか高め合っていきたい、お互いを高め合っていきたい、お互いを高め合っていきたい、お願いします。集団の中でごまかしてたわけじゃないんですよね。そうですね、ないですよ、ね、はい、集団の中で。松田君いかがでしたか。いやすごい、さすが去年僕と、ちょっと MVP を争っただけは、うん、あ、なんか堂々としてて、すごい良かった、うん、どっちも体幹鍛えてきたなって感じは伝わりました。体幹は感じましたね、はい。さあこの後ちょっと歌いにくいと思うけどね、まあこの人だったら大丈夫です、プロですから。桜井さん。はい。どうも、ミスターチルドレンの桜井和俊です。今日はどうもありがとうございます。そうですね、ちょっと今回この有吉レコード大賞に呼ばれるということで、まあいろいろ他の音楽番組断って、はい、ちょっとミスターチルドレンの活動もちょっと抑え気味で、はい、これに合わせてきました。それでは準備の方よろしいですか。はい。熱いじゃん。熱いできたよ。熱いできた。そんなことないですよね、きっと。楽しみ。桜井さん、今年1年、はい、いかがでしたそうですね、今年はツアーもあって、はい、もう先週ぐらいに DVD も発売されたんですけれども、はい、もう来年もそうですね、ドラえもんの主題歌も決まってますので、そうなんですよね、はい、皆さん楽しみにしていただければと思います、まあ、当然もう本当にトップの活躍なさってますけれども、はい、来年は どうしていきますか。そうです、面白い活動なんてあります。まあいろいろやっていこうと思いますね。そのもう一回路上をやってみたりとか、うん、路上、はいはいはい、裏返しから始めるんですか。そうですね、流し、はい、居酒屋回ったりとか、はい、個人の活動も増やしていきたいなと。そうです、はい、楽しいです。いけますか、準備。もう緊張はなさってますよね、当然ね。そうですね、こんな大きい舞台でやることもあんまりないので。あるの。そうですよね、桜井さんのドームとかやって聞きたいですね。名もなき歌、印。うわー、すごいな。印。印名も。あ、名もなき歌。知る。好きだね、君。知る。知る。欲しい。撫でたら知る。知るだい。何言う？いや、ないのよ、その歌。すいません、すいません。ちょっとすいません。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 それでは、歌っていただきましょう。ミスターチルドレン、桜井さんで、印。最初からこうなることが気になってたみたい。違う手を刻む鼓動を互い抱き入れる。目寄らないんだよ、松村さん。ずっと寄り目でやってっけ。
さあということでもう佳境に迫ってまいりましたけれどもね、うん、桜井さんありがとうございました。あ、こちらこそ。ラジオネームおまっとさんでした。 FM 新潟。松尾、はい、お前はまだな、小手先のテクニックで歌ってるな。まだか。松崎と北原を見習えよ。あいつら魂削って歌ってるぞ。まだまだまだですね。確かにまだまだだな。そうですね、はい。ラジオネーム別れ際ちょっと向きになる FM 岩手。桜井さん、はい、来年はどんなオナニーしていきたいですか。そうですね、あのいろん、おい。なんでだよ。アルバムのお知らせないですか。アルバムはちょっと、今年は出してないんですけれども、はい、まあ、去年とか重力と呼吸とか出してますんで、よかったら聞いてください。また今年もぜひご協力、来年もぜひ協力してください。まあ、そうスケジュール開けときますね。そんな喋り方が元気はおかしいんだよね。そうなのかな。さあ時間的にもだいぶ迫ってるんですけど、もう一曲いけるっちゃいけるんだけど、いやこれちょっと贅沢すぎるかな、北原さん。あら、残酷な天使の転生っていうのが、まさかだけど書いてあるから、AKB の歌が聞くことないから。実はですね、その歌は私 AKB のオーディションで歌った曲なので、この曲をやっぱ秋元先生が聴いて私は、お願いします。はい、じゃあちょっともう北原さんにもう一曲歌ってもらっちゃおう。もう一曲聴ける。すごい日だ。嬉しいねこれ。これで AKB に入ったんだ。すごいですね。すごい、伝説の始まりの曲っていうことですね。そうですね、この曲で評価を受けて、この曲から全てが始まったんですね。はい、そうでございます。女優北原里英の全てがここから始まりました。はい、さあそれでは歌っていただきましょう。北原里英さんで残酷な天使のテーゼ。青に風が今胸のドアを叩いても、私だけをただ見つめて微笑んでるあなた、そっと触れるもの求めることに夢中で上に伝える、忘れない痛いけな人素晴らしい、うん、伸びるねやっぱりね。相当締まってるって言ってたわ。相当体幹やってるね。そうですね。あれなんかコツあるんですか、その喉を開けるっていうのは。あ、でも
なんだろう、日頃から喉には気を使って、うん、本番前なんかお茶の、はい、温かいもの飲んだりとか、ね、マヌカハニー舐めたり、マヌカハニーね、聞いたことありますね。してます。あれ喉の開き違いますか、やっぱり。やっぱ違いますね。あ、全然。やっぱすごいね。はい、声出て、は、腹式ですか、これ。ね、めちゃめちゃ喉の開き。手前の、手前の喉の開き。一度で死んでんだから、もう。食堂ぐらいですか。いやー、ありがとうございました。2曲も聴かせていただいて、ありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしい。あー。から始まったんだね。そうですね。この曲で、やっぱ、秋元先生が。そうだね。ちょっと北原、いいなって。やっぱ秋元さんってそういうところすごいよね。でも本当にこの曲歌ってる時、秋元先生ずっともう足が乗ってた、めちゃめちゃ乗ってました。もうなんだ、興味ないぞっていう顔してんのに足はもう乗っちゃってるっていう、はい、足は乗ってた。思わず、ね、足は乗ってた。すごいな、はい、秋元さんその気にさせたんだもん、すごいよそれ。いや、それを聞かせていただいて感動しておりますけども。さあ、ということで有吉レコード大賞も佳境でございます。最後はちょっとね、もうお祭り騒ぎというか、いいですかね、 MVP は先に発表しますか。そうですか。さあ、それでは MVP の発表になりますけれども、発表していいですか、ここで。いいよ、発表して、発表しますか。さあ、それでは発表します。なんかお知らせとかある方いませんか、年末年始。ない、ガチであるんですか。ありますか、北原さん。なんかテレビとかのですか。なんかありますか。いや、テレビじゃなくてもいいですよ、もちろん。 あでもテレビあります。親戚関係、はい。なんかちょっとなんか出ますか。あ、出ます。1月1日の午前中に、はい、NHK の番組に出るので、よかったら見てください。 NHK 何、なんか新春日本にぎわいリレーっていう。あ、いいね。リポーター、はい、リポーターで。いいですね。女優さんじゃねえじゃねえ。ちょっと強めに、夢強めになりましたよ、急に。出ちゃってる、イライラが出ちゃう。強いんだよ。はい、松崎さん、何かお知らせ。あ、僕は明日、明後日と、コミックマーケット、一般参加しますんで、ぜひ行けば会えるかな。会えるかもしれません。さあ、それでは発表です。有吉レコード大賞2019 MVP は、桜井さん。ありがとうございます、桜井さん。いやー、ほんとね、一生懸命やってきて、そのレコード大賞とかは取ったことあるんですけど、日本レコード大賞の方は、はい、こっちの有吉レコード大賞っていう、あの本家の方を取っている人は、ほんと今日帰ってメンバーにも報告したいと思います。はい、ありがとうございます。最高の歌声でした。はい、いや、ほんとこんな大舞台でやるのもね、あんまりないんで。ありがとうございました、武田鉄矢さん。はい。何やらせんのよ。 Dreamer Live on Air ということで、レコード大賞も MVP 桜井、ミスチルの桜井さんということで、はい、大団円を迎えました。どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました、武田鉄矢さん。はい、ちょっと2連続は やめてよ。やっぱりつまんないですね。アーティストですもんね。アーティストですからつまんないですね。まあまあ、そうですね、いい曲でやってますんで。そっちはやってないですもんね。来週1月5日ですかね。来週1月5日は、新春の上島竜兵スペシャルを録音でお送りいたしますので、お暇な方聞いてやってください。再来週1月12日から通常通りの生放送を行ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、メールはですね、有吉ルームサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉 JFN と検索すれば大体一番上に出てきます。はい、今回はもう本当に今年最後の歌の祭典だったということで、あの最後の最後も歌でリスナーの皆さんとお別れしていきたいと思います。みんなでちょっと歌ったりして、はい、行きましょうか。はい、それではみんなで歌いましょう。世界に一つだけの花。
先に並んだいろんな花を見ていた人それぞれ好みはあるけどいいよどれもみんな綺麗だねこの中で一番だなんて争うこともしないでバケツの中誇らしげにちゃんと胸を張っているそれでは皆さん1年間どうもありがとうございました2020年もよろしくお願いいたしますゲストの皆さんご自愛くださいそして良いお年を皆様お迎えください